ヒーハー、雑談的な動画を撮っていきます。はい、この500円スタートデッキ明日発売するんですけど、まあこれ俺の感想ね、まあ発売前にこういう話するなよって話なんですけど、俺ねこれ買わない方がいいと思います。てのも、まあ、これ3月号なんですけど、来月のねバディファイトの付録なんですけど、次号3月15日ですね、52枚の必殺ドラゴンデッキがついてくるんですよ。これ必殺コールのやつが、しかも値段が550円で税込み価格なんですよ。税込みで540円するんですよ。来月これにプラス10円でコロコロコミックがついて、コロコロコミック付きでだよ、付きで52枚の、まあ、これと内容は違うと思うんですけど、デッキがついちゃうんですよ、必殺コール。もちろんルールとかつかないと思うんですけど、ルールブックとかは。うん。はい、これですね。次号これついてくるから、丸ごと。多分違うと思うんだよね。てか、違くなかったら詐欺だね。10円ぐらいで。うん。付録で一緒だったら。レアの仕様とは、とかはちょっと違うね。けどね、俺これがついてくるんで、4月号に。無理して、あ、まあタスクのデッキとか、この、うつろなるの、この黒竜のやつとか、これ、こっち買った方がいいと思うね。もしお金が欲し、ある人は、お金に余裕がある人はね。あんまお金に余裕ない人は俺買わなくてもいいと思うんだわ、この500円デッキ。俺は買うしかないから買うけど、俺ね無駄になると思う、この3つ買ったら。少なくともコロコロ発売してからでも遅くない。だって税込みで540円だよ。これに10円プラスして来月買えば、本がついてかつ付録でデッキ52枚デッキつくんだぜ。だってルールブックなんてウィキ見ればいいじゃん。で、しかも、バディファイトの公式ホームページに書いてあるんですよ、ルールが。全部。だからね、俺無理して明日買って、500円無駄に使うより、全然、まだ買わなくていいと思う。で、しかも、ブースターパックが4月1だよね、1日。これに載ってないんだけど、載ってたっけ？忘れちゃったんですけど、それが出るのが4月1日だからね、1日まで待った方、どうせ1日までブースターパック出ないんだったら、買わなくていいんじゃないかと。500円デッキ。っていうのが俺の感想ですね。だから3月15日で十分間に合う。うん。まあ一応この必殺コールかなり強いから、まあそういう環境に慣れておく意味でも、この500円デッキっていうのは買っておいた方がいいっていう人もいるだろうけど、俺はそんなにすぐに買わなくても小学生はね、いいと思うんですよ。これは俺の勝手な感想なんで、まあ皆さんがどう思うかは下のコメント欄に書いてください。じゃあご視聴ありがとうございました。っておい！